自転車が関係する交通事故が後を絶たず、都が新たな取り組みに乗り出しました。まずこちらをご覧ください。この青色で示している数字は、すべての交通事故に占める自転車事故の割合です。都内のものです。加害者被害者の両方を含んでいますが、こうして見てみますと5年前から 36% 以上を推移し、下の赤い全国の数値と比べてもかなり高いことがわかります。事故の原因は自転車利用の増加やルール違反の増加などと、言われています。ソフト・ハードの両面から事故を防止しようと、都は協議会を発足させました。自転車ブームなどに後押しされ、自転車利用者が増えた一方で、音楽を聴きながら走行したり交通ルールに従わない利用者も問題となっています。都内では今月1日から自転車の安全利用に関する条例が施行され、事業者に対して自転車講習の実施、駐輪場の確保などが定められました。さらにより安全で快適な自転車社会を構築するため、第1回安全利用推進計画協議会が今日開かれました。協議会は都や警視庁、民間事業者らで構成されています。自転車に関わる皆様がそれぞれの立場でどのような役割を果たせるかをお考えいただいて、積極的にご提案いただければ幸いでございます。協議会は学校での交通教育や民間事業者による安全性の高い自転車の開発など、包括的なアプローチで自転車の安全利用を促進するためのもので、官民一体となって本格的な対策に乗り出します。